こんにちは。いぶし銀、木戸修にぴったりのニックネームです。木戸は新日本プロレスが旗揚げした時からの参加選手ですが、脚光を浴びるまでには長い歳月がかかりました。ぼっち道場の最優秀生、UWF 参戦、IWGP タッグ王座ダッシュ、引退式で初めて語ったプロレスラーになった本当の理由、最強のいぶし銀、木戸修のプロレス人生を振り返ります。木戸修が UWF へ移籍した理由。木戸修は1950年2月2日生まれで神奈川県出身です。1968年10月に日本プロレスに入門し、翌69年2月にデビューしました。72年、アントニオ猪木が新日本プロレスを旗揚げするとき、木戸は藤波辰爾と一緒に新日本プロレスに参加します。木戸と藤波は海外へ遠征し、アメリカでガールゴッチの指導を受けますが、木戸も藤波もゴッチに大きな影響を受けました。ゴッチは木戸のことを、私の領域に一番近い男だねと絶賛。木戸はゴッチ道場の最優秀生だったのです。しかし帰国してからの木戸は見た目もファイトスタイルも地味で、スター選手にはなれません。藤波はアイドルのような人気者となり、スター街道をまっしぐらに突き進みました。木戸の転機は第1次 UWF への移籍です。木戸はゴッチから一からやり直してみないかと UWF に誘われました。師弟を重んじる木戸にとって、ゴッチに呼ばれたことが何よりも重要なことでした。移籍の理由を聞かれた木戸は、ゴッチさんに呼ばれたからと答えましたが、この一点につきます。実は木戸が UWF に移籍した1984年は運命の分かれ道だったのです。84年は藤原義明や木戸修だけでなく、長州維新軍が大量離脱して、新日本プロレスは窮地に立たされました。新日本プロレスからジャパンプロレスへ移籍した新倉文弘は、木戸と親しい間柄なので新日本を離脱することを木戸に報告しましたが、木戸はすでにその話を知っていました。大塚直樹が木戸の家へ行ってジャパンプロレス参戦を打診していたのです。木戸は自分の行動は決めているから、大塚さんのところへは行けないと断りました。大塚よりも先にゴッチが木戸を誘っていたのです。もしもゴッチが誘う前に新倉か大塚が木戸を誘っていたら、歴史は変わっていたのでしょうか。85年1月4日、後楽園ホールで試合を行ったジャパンプロレス軍団。この日、木戸は長州力がいる控え室へ行って、長州と奴と談笑しました。木戸が一番先輩ですが、長州、奴とは悪い関係ではなかったようです。人生にもしもはありませんが、木戸が全日本プロレスへ行っていたら、ジャパンプロレスの中でも異彩を放ったことでしょう。木戸修 vs ジャンボ鶴田、木戸修 vs 天竜源一郎、木戸修 vs ジャイアント馬場、あるいはハーリーレイスやザ・ファンクスやブロディ&ハンセンと、木戸がどんな試合をしたか。でもその後のプロレス人生を思うと、やはり木戸は UWF への移籍が正解だったと思います。新日対 UWF の対抗戦で脚光を浴びる。第1次 UWF で藤原義明と木戸修は、従来のプロレスとは違う新しいファイトスタイルを模索していました。 UWF の旗揚げ時は従来のプロレススタイルでしたが、ラッシャー木村や郷龍馬が離脱した後は真剣に考え直したのです。今までと同じようなプロレスをしていても、新日本プロレスや全日本プロレスに勝てるとは思えません。そこで藤原と木戸はスパーリングをしながら、新日道場でやっていたセメント特訓をリング上で再現したらどうなるかと検討します。しかし延々グラウンドの攻防で決め技と締め技を繰り返していたら、観客は退屈してしまうだろうと思い、これは却下しました。
いろいろと試していく中で、従来の派手なプロレス技と打撃、投げ、関節技という格闘技色の強い戦い方の融合、いわゆるミディアムがいいのではないかという一つの結論にたどり着きます。関節技だけは短期間で習得できるものではありません。つけ焼き刃的なものはすぐにメッキが剥がれます。もともと関節技が得意だった藤原時戸は UWF スタイルこそが本領を発揮できる戦い方でした。1985年9月、選手の意見の食い違いや対立で UWF はわずか1年半で崩壊し、木戸たちは新日本プロレスに U ターンすることになります。そして86年から本格的に始まった新日本プロレス対 UWF の対抗戦で、木戸は脚光を浴び人気が上がりました。70年代はまだ寝技イコール地味という印象がありましたが、 UWF スタイルは新日ファンを魅了し、関節技の魅力を再発見したのです。そのため木戸のいぶし銀のテクニックが光を放ちました。木戸にブレーンバスターをしようものなら、次の瞬間脇固めが決まっています。最も危険なのがコブラツイストとサイドスープレックスで、木戸の腰をつかむと必殺木戸クラッチが決まり、カウント3が入ってしまいます。木戸クラッチはフォール率 99% という必殺技で、ほとんどのレスラーが返せません。返そうと思っても体がシーソーのように揺れ動くだけで3が入ってしまうのです。ちなみに必殺キドクラッチをカウント2で返したのは藤波辰巳です。一見すると UWF はガチガチの格闘プロレスに見えますが、木戸と藤原が研究し試行錯誤の末たどり着いたミディアムを意識したスタイルなので、見せる部分があるからファンに受けました。完全なシュートでは試合が成立しないことをプロなら分かっています。キックが得意な前田明と高田信彦と山崎和夫、関節技が得意な木戸治と藤原義明、特に木戸と藤原の名人芸は光り、人気が急上昇していきます。木戸には打撃技もあり、いきなりボディを蹴る木戸蹴りは避けられません。木戸以外の4人は相手をロープに飛ばすことはありませんが、木戸にはロープに飛ばしてのドロップキックがあり、山本虎鉄が褒めるほど見事にヒットします。1986年8月5日、両国国技館で行われた IWGP タッグ選手権試合、王者チームは藤波辰巳と木村健吾で、 UWF の前田明と藤原義明が挑戦する予定でした。しかし他の試合で藤原が腰を負傷してしまいます。藤原は場外乱闘でスティーブ・ウィリアムスに抱え上げられたまま腰を鉄柱に叩きつけられ、骨盤がずれてしまいました。無念にも欠場を余儀なくされた藤原の代わりに、木戸が前田のパートナーになり挑戦することになったのです。試合は前田が藤波の顔面に何発も何発も強烈なハイキックを見舞い、エキサイティングな戦いになりました。前田は木村の顎にも痛烈なハイキックを炸裂し、木村が意識朦朧となり、あわや試合続行不能かという危ない場面もありました。藤波をコーナーに追い込んだ前田が悪夢の縦回転大車輪キックを放ちますが、藤波が避けたため前田はコーナーに右足をぶつけ大きなダメージを負います。前田がダメージを負ったなら木戸の出番です。しかし木村が木戸に稲妻レッグラリアットサソリ固め、ダブルアームスープレックスと猛攻を続け、ポールを奪いに行きました。そして木村がサイドスープレックスを狙った次の瞬間、必殺木戸クラッチが決まりカウント3。見事に木戸が藤原の代役を果たし、 IWGP タッグ王座を奪取しました。藤波が2で返しただろうと抗議しますが、ミスター高橋は3入ったと退けます。その後木戸と前田のコンビはジャパンカップ争奪タッグリーグ戦にも出場し準優勝と健闘しました。
優勝は猪木、藤原組ですが、公式戦では猪木にリングアウト勝ちするなど、木戸、前田組は大奮闘しました。引退式で初めて明かした兄の存在。前田明が長州力に禁断の顔面キックを見舞い、長州を怪我させたことで最終的に前田は解雇されました。藤原と高田と山崎は前田と一緒に新日本プロレスを離脱し、新生 UWF 設立に向けて動きます。ところが木戸は参加せずに新日本プロレスに残りました。人生は選択の連続ですが、結局 UWF はすぐに内部分裂し3派に分かれてしまうので、木戸の選択は正しかったと言えるでしょう。この時も木戸の基準は指定で、新生 UWF にゴッチさんはいないからという理由でした。ファンは木戸の実力を認めているので、木戸は新日マットで悠々と大活躍しました。特に札幌での木戸の人気は凄まじく、タッグマッチで木戸が出るたびに大歓声と大拍手が巻き起こるのです。大相撲では地元出身の力士に大きな声援が飛ぶことがありますが、木戸は神奈川県出身で特に札幌に縁があるわけではありません。よく語られる一応の説明はこうなります。札幌は藤原義明のテロ事件に始まり、よく不穏な事件が起こりました。それからは札幌大会のたびに何かが起こる冬の札幌と注目されるのです。しかし地元のファンとしては、不穏事件ではなくちゃんとしたレスリングが見たいので、木戸のようにきちんとした試合をしてくれるレスラーを重んじると。ただこの説明だけではあの嵐のような木戸への大声援の理由としては全く足りません。当時木戸に声援を送った札幌のファンがいたら、ぜひ木戸人気の秘密を教えてほしいです。木戸はジャパンプロレスへ移籍して全日本プロレスへ行くことはありませんでしたが、新日本プロレスのリングでジャンボ鶴田や天竜源一郎と対戦しました。木戸と対戦した鶴田は、派手に戦う選手じゃないけど力はあるねとコメントしています。いつも冷静沈着な木戸はハードな試合をしてもなぜか髪が乱れないことで有名ですが、そんな木戸をキレさせたレスラーがいます。1994年9月26日、神戸ワールド記念ホールで木戸治 vs クレートムタが実現。綺麗好きで几帳面な木戸ですが、悪の化身にそんなことは関係ありません。ムタが赤い毒斬りを吐き、木戸の顔面は大流血したように真っ赤になりました。切れたのか、木戸は鬼の形相で脇固めを決めますが、最後はムタのムーンサルトプレスで完敗。その後武藤の話だと木戸に口を聞いてもらえなくなったと言います。あれは俺じゃない、ムタですというのは木戸には通用しません。木戸の長いレスラー人生を全て語ることは到底無理です。2001年11月2日横浜文化体育館で木戸治の引退記念興行が開催されました。引退試合は木戸と縁の深い選手とのタッグマッチです。木戸治、長州力 vs 藤波辰巳、木村健吾という、まさに木戸のラストマッチにふさわしいカードが組まれました。引退セレモニーの時、厳しい表情を崩さなかった木戸ですが、まな娘2人から花束を贈呈されると思わず笑みがこぼれます。木戸は本当に家族思いのようです。恩師のガールゴッチからのメッセージも代読されました。治、私の息子よ、有終の美を迎えられたことを嬉しく思います。ゴッチは木戸を我が子と思い、木戸もゴッチを父と慕いました。思えばゴッチのラストマッチの相手は木戸でしたが、ゴッチにとっては最もふさわしい対戦相手だったのです。木戸はゴッチの現役最後のジャーマンスープレックスホールドを全身で体感したことでしょう。アントニオ猪木からは、気取ってないでバカになれとダジャレの祝福。そして木戸はマイクを持ち最後の挨拶をしました。昭和43年日本プロレス入門。
昭和57年新日本プロレスの旗揚げ以来33年間の現役生活を引退します。いろいろなことがあった33年間を振り返る工藤は初めて兄のことを語ります。兄は15歳でプロレスラーになり、練習中の事故により16歳で怪我をし闘病生活を。ここで木戸は言葉が詰まりました。兄の意思を継いでプロレスラーになり、33年間現役生活ができ感無量です。兄は1977年7月20日に亡くなりました。寡黙な木戸はなぜプロレスラーになろうと思ったのかという重要な話をずっと語らなかったのです。木戸は第二の人生は新日本プロレスに残り、若手の育成に頑張ることを誓い、ファンに感謝の言葉を述べて挨拶を終えました。引退の10カウントと後輩選手たちによる胴上げ、木戸は熱い声援とオサムコールの中、騎馬隊スタイルで担がれ退場しました。その後も木戸はスポット参戦でリングに上がり試合をしています。2005年12月29日後楽園ホールで木戸はドン荒川とシングルマッチを行いましたが、55歳になっても必殺木戸クラッチは健在で、ドン荒川からホールを奪いました。2023年12月11日木戸治の突然の訃報を聞き、レスラーやファンに衝撃が走ります。木戸は数年前からがんの治療を受けていたようですが、容体が急変し帰らぬ人となりました。73歳の早すぎる別れ。新日本プロレスは12月21日後楽園ホールで木戸治の追悼セレモニーを執り行いました。リング上には遺影を抱えた棚橋博史社長が立ち、新日本プロレスの選手が続々と登場しリングの周りを囲みます。岡田和親、石井智弘、矢野徹、タイガーマスク、小島聡、本間智明、田口隆介。リングアナが木戸治のプロフィールを読み上げた後、テンカウントのゴング。同じ10カウントでも引退と追悼ではまるで意味が違ってきます。最後にいぶし銀木戸治とコールされ、棚橋が遺影を高く掲げました。木戸治の長女でありプロゴルファーの木戸めぐみさんは訃報を受け語りました。私にとっての木戸治は優しい父親であり、偉大な先輩アスリートでもあり、尊敬し父の娘であることを誇りに思っております。これからは父が天から見守り一緒に戦ってくれると信じて、一層競技生活に精進してまいりたいと思います。木戸治は引退式の挨拶で約束したように名コーチとなって中村慎介をはじめ一流レスラーを何人も育て上げました。令和プロレスはスピード重視のプロレスで、序盤にじっくりとレスリング技術を見せる選手が少なくなりました。ただ関節技を得意とするレスラーは結構いるので、ぜひ木戸治のいぶし銀のテクニックを継承してほしいと願います。ファンにプロレスファンで良かったと思わせるのがプロのレスラーと言えるでしょう。